函館通報は、江戸時代に鋳造された鉄線。安政3年11月に、江戸の先限り通用という条件で発行された、幕末期の地方貨幣の一種である。函館通り、宝函館通り宝は、円形、円光で、両目は0.8から1.0問目前後の一文鉄線であり、江戸時代の戦下としては、異例の形状のものであった。表面には、函館通り、 だから、理面には安政を意味する安の文字が言い出されている。通用線は鉄線であるが、伊方原形の母銭には同性であり、また母銭の中には八角線の支柱貨幣が存在し希少である。江戸地は長い間、正き半量であったが、文化4年、解剖の強化のため天量となった。これ以後、幕府発行の官営通り、宝鉄線が広く使用されるようになり、 アイヌとの交易が盛んとなった。しかし文政4年、マサキ半寮に復帰し鉄線の使用が禁止され、アイヌとの交易で物々交換において不正が行われるようになり、アイヌから戦火の使用を求む要望が強まった。その後、アメリカ合衆国と結んだ日米和親条約により函館港が安政元年に開港されることになり、翌年の安政二年、 再び天領となり函館奉行が置かれ、交易の便宜のため、鉄線の鋳造を幕府に上進し、安政4年うるう5月に許可されることになった。森岡藩から鋳選職人が五稜閣に出向いて、知り部村あざやち頭の前二座で鋳造に当たり、鋳造量は安政5年11月までに10万650貫分に上った。その通用を図るため、函館、福山、 エサ氏に、両替商を置き、金一両につき150分の手数料を、両替商に与えて一両イコール6.800分の、相場で銭を売り出させることとした。函館通り、宝の発行は当初歓迎され盛んに流通したが、後に店舗通り宝及び文級 A 宝などの、銅線が流入するようになると、鉄線は敬遠されるようになり、次第に用いられなくなった。 函館通報ゼニザーと函館公園内。ありがとうございます。